小声かどうかだよ。おはようおはよう。写真ない。牛丼朝飯です。まだ10時前だから店がやってないから、買い物来たんだけど早すぎちゃってね。朝飯食ってから行きます。いただきます。はい、お子様カレーです。行きますカレー。フーフーしてよ、フーフー。おいしい。ごめん、ちょっとどうしたの。嫌なんだけど。朝ごはんを食べ終わって買い物に来ました。何を買うんでしょうかね。スリーコインズでマスクとか買うんですかね。あ、そうです。あ、正解です。ありがとうございます。嫌なんですけど。何やってんの。恥ずかしいんですけど、あの子はジャンパー嫌いで今日も脱いでいます。それ年頃だよ。あ、お腹出さないでください。なんか痛い。ご飯食べて走り回ってるからです。ママはまだ買い物してるよ。よーいとん。あ、逃げられたよ。ママが、韓国のマートでお買い物してます。なんか、ほら、見て、ママ。なんか選んでる。めっちゃカゴに入ってるよ。何買ってんだろうね。手を出せ、手を。変なやつだぞ、お前。手を出せ、手を。手を出せ。後ろ見て、後ろ見て。あ、ママ。後ろ見て、ほら。後ろ見て。後ろ見ろってば。あ、ママ。それ何の遊びなの。何？3000以上買ったらくれるって書いてあったんだけど、 BTS のポスターもらえなかった。なんでもらってこないんだよ。言ったらくれるかな。知らないよ。いや、パパ見て、ミヤトン。何これ。見て、パパ見て、ミヤトン。動画とかで使うよ。あと、パパが好きなメニューも作りだった。美味しいんだよね。これね、いや、ここ安かったね、このちっちゃいのだから。あ、いつもさ、あの缶瓶入れ替えたとさ、パックに入ってるやつだから、ちょっといい値段するんだけど。 どこ行った。エビシクッキングミニちゃんって言います。プラプラショッピングが終わって、次はこちらですね。この建物だけでなんだか多分わかるでしょ。なんとなく。そうですね、コストコですね。コストコ。
コストコでお買い物していきます。コストコゴー。じゃじゃーん、いちごスムージー、おじきにあげよう。どうぞ。いちご、いちご。おいしい。おいね。甘っぱい感じで。超飲んだ。おいしい。ちょっと牛乳入れたい。ああいいかも。おいしいかも。飲みすぎじゃない？いいよね。いっぱい入ってるもんね。うわー、美味しかった。美味しい。いちごアイス、いちごアイスって言ったよ。いちご、どこ行ったの？どこ行ったの？何してるんですか？みつきくんも5月から幼稚園の予定なので。入学準備ってやつですか？入園準備です。あ、入園。すいませんすいません、入園準備ですね。で、ミニちゃんがミッキーあるかなと思ったんだけど、ミッキーがなくて洋楽会してるとか。なるほどですね。ミチキ君も幼稚園生になっちゃうんですね。うん、家にこんなバッグなかったっけ？わかんない、あるかもしれない。あれ、いなくなっちゃった。これしかないのか。さっき向こうでアンパンマンの上履きね、1800円だった。え、マジで？靴屋さんで。こっち909円。なんて安いんだ。ああ。いました。おもちゃ見てるのか。アンパンマン、アンパンマンご飯、アンパンマンご飯で。アンパンマンね、自販機。アンパンマン違う。やった。上手じゃん。千葉イケマンのモノマネもう一回やって。行こう。おしゃべりイケメン。おしゃべりイケメン。アンパンマンは？ここ。僕アンパンマン。上手。はい、はい、よいしょ。全然入ってない。入った。あ、来たよ。頑張れ頑張れ頑張れ。お、揺れてる。頑張れ。頑張れ。パパ入ったよ。入った。いやー。あ、パパやっつけようとする。あれ、終わっちゃった？あ、おしまいだって。おしまい。成績発表。勝ったもん。
あ、食パンマン、それ食パンマン、食パンマン入ったやるの？すげえ、二刀流。みつき1個から敷いて、ほら、叩かないで。逆だ、逆、逆まだね、まだ終わりだよ、終わり。みつき、やっほー、やっほー、みつき、やっほー。自分で着てきてますよ。終わっちゃった。おしまい。おしまいね。終わりです。